エンゲルベルト・フン・パー・ディンクはドイツの作曲家。1854年、ラインラントのジークブルクに生まれる。1872年に、ケルン音楽院に入学して、フェルディナント・ヒラーに支持。1876年に、奨学金を得て、ミュンヘンに行き、フランツ・パウル・ラ・ハナーと、後に、ヨーゼフ・ラ・インベルガーに支持。1879年に、ベルリンより、 メンデルスゾーン基金を得て、イタリアに行き、ナポリでリヒャルト・ワーグナーの信頼を得る。ワーグナーに招かれて、バイロイトに行き、1880年から1881年の間、パルジファルの上映を補佐する。再び学資金を得て、イタリアからフランス、スペインを旅行し、2年間バルセロナのリセウコート音楽院で教鞭を取った。1887年に、 ケルンに戻り、1890年にフランクフルト方法音楽院の教授に就任、シュトックハウゼン製学塾の家政法の教師も務める。この頃までに、フンパーディンクの合唱曲や還元楽曲が流行り出す。1900年にベルリンに行き、マイスターシューレの作曲教授に任命される。今日では、ヘンゼルとグレーテル・ハンサルーンとグレーテルのみが有名だが、この他にも、 イバラヒメドロンレースヒエンや、王子王女、クンエクス・キンダー、イヤイヤながらの結婚ダイエラとワイダー・ー・ウィレンなどのメルヘン・オペラを作曲している。王子王女においては、シュプレヒゲザングが利用され、アルノルト・シェーン・ベルクに宣伝をつけている。ありがとうございます。